ウルトラ h d ブルーレイは、ブルーレイディスクの後継となる、光ディスク規格。第三世代高ディスクの一種であり、UHDBD と略される。プロモーションでは、4K ウルトラ h d ブルーレイの表記が推奨されている。UHDBD は 4KUHD をサポートする。物理メディアは、BD-ROM バージョン2.0であり、 すなわちブルーレイディスクと同じ第三世代高ディスクの一種で、あるが、大容量化が図られている。標準的な BD-ROM が 25GB1 から2層で、あるのに対し、UHDBD は 25GB2 層、33GB、2から3層のいずれかとなる。既存のブルーレイ規格機器との互換性はない。UHDBD は 4KUHD をサポートし、 ビデオエンコードは H265 を使用する。また、ハイダイナミックレンジ記録をサポートする。なお、4KUHD および HDR は必須ではなく、H265、ヘベックカで 2K、SDR の選択もそれぞれ独立して可能である。この場合にも、既存ブルーレイとの互換性はない。一般的には、UHDBD 機器に接続される、 ディスプレイの 4KUHD のサポート、非サポート、HDR のサポート、非サポートを自動的に判別し、機体応機器に対しては、自動的に 2K や SDR へのダウンコンバートを行う。UHDBD における DRM はいずれも、AX2.0 に更新される。DVD や既存のブルーレイと異なり、UHDBD は、リージョンコードは廃止された。なお、 ブルーレイでサポートされたブルーレイ 3D は UHDBD では一般的には非サポートとなる。UHDBD では一般に CMP エクスポートという外部媒体コピー技術をサポートする。パソコンにおいての UHDBD は導入のハードルが高い。ウルトラ HD ブルーレイの用途は2017年現在これが一般的であり。 ソフトは2017年現在で数百種類がある。ウルトラ HD ブルーレイの再生に対応した BD レコーダーサイバーリンクのパワードベドとカレルの Wind が再生に対応しているが、対応したディスクドライブの他にが必要となる。このためライゼンなどの AMD 製の CPU では再生できない。また CPU 内蔵グラフィックでのみ再生が可能となるため、 グラフィックボードを介しての出力もできない。対応ドライブが発売された2017年当初は、特に、マザーボード側の SGX 及び、HDCP2.2 への対応が不明瞭だった、ためハードルが高かった。2019年頃にはこの状況は多少改善された、ものの、2020年に発売された第11、世代プロセッサでは、SGX への対応が削除されたため、 これらの新しい CPU が搭載された環境では再生できない状態となっている。ありがとうございます。